ダンダンベルカ。今週のダンダンベルカは森川正明選手の書道で決意表明、新シーズンへの思いとは。番組後半はベルカが大手スポーツ用品メーカーとタッグを組みました。それではまずはこちらから。ダンダンベルカ恒例書道で決意表明。今回は森川選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、目の前には書道セットありまして、はい、去年もね、はい、書いていただきました、はい、文字は覚えていますか？覚えてますよ、はい、確か挑戦って書いたと思います。そうです、はい、ありがとうございます、はい、どうでしたかこの1年、まあ、個人的にはちょっとこう怪我をしてしまって、まあ、なかなかチームに貢献できないままシーズンがこう終わってはいたので、まあ、不本意なシーズンではあったんですけど、まあ、改めてこの素晴らしいチームにこう移籍したなっていう、そういう実感は、はい、ありますね、はい、次のシーズンの目標も書いていただきたいんですが、はい、その前にこちらも恒例、このボックスからちょっとこれはもう恒例になってるんですね、これはね質問を選んでいただきたいと思います。わ、はい、かりました。嫌なのは引きたくないなはい、もらって嬉しいもの、いかがでしょうか？なんだろうな、何でも嬉しいですけどね。僕でも単純に、まあ、手紙とかはもらって嬉しい。戻す、これ別に好感度別に上げてるわけじゃないですけど、はい、結構なんかファンの手紙、ファンからいただいた手紙は結構あの取っといてるんで、どうだろう、手紙だとちょっとあれだな、好感度ちょっと狙いすぎてる感じがあるんで、まあリアルに言うと、まあなんかハンドクリームとか、なんかあのいい匂いがするやつ、いい匂いがするやつはガチで嬉しいです、はい、ちなみに好きな香りってあるんですか？いや好きな香り、いやそんななんかあれですけど、こうなんかこう爽やか系ななんか感じの、なんか甘い香りっていうよりかは。なんかこう爽やかな感じの匂いが好きです、はいはい、はい、じゃあもう一枚いいですか？あ、もう一枚、すいません。おスタジアムシティでしたいこと、まあとりあえずはやっぱり一通りこうなんかいろいろスタジアムシティ全部回ってみたいなっていうのもこう、ありますし、自分がこうアリーナとかだったら、まあ、プレーする側なんですけど、はい、ビファーレンの試合の応援も行きたいし、はい、なんかちょっとこう見る側に回りたいですね。ちょっと、おお、はい、なるほど、はい、またこう違 う, そうです、ね、感じですよね、はい、新鮮な、ね、はい、今年の目標だったり思いを書にしたためてください。はい、よし、はい、書けました。カメラの前にお願いします。はい、僕が書いたのは健康です、はい、まあ、昨シーズンはちょっと怪我で苦しいシーズンだったんで、まずは健康に、怪我をしないようにまずは1シーズンこう戦い切りたいなってい う思いで、はい、書きました、はい、ファンブースターの皆さん、いつも熱い応援ありがとうございます、今シーズンは、新しくスタジアムシティができるということで、より長崎が、盛り上がるんじゃないかなというふうに、思ってます、今シーズンは よりこう高みを目指すということで、しっかりチャンピオンシップ目指して優勝目指して、頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんが、会場に来ていただいて、熱い応援を、待ってます。ベルカとニューバランスがコラボです。ニューバランスは来月開業する長崎スタジアムシティに出店します。ニューバランスといえばスポーツシューズやスポーツウェアでおなじみですよね。複合型施設って、商業だけではなくて一緒にその、スポーツそして他のアクティビティといったものがですね
凝縮されて体験できるというそういうそのまずコンセプトに、大変大きな魅力を感じたと思いますし、オフィシャルストアとしては国内4店舗目です。足のサイズを計測して商品を紹介するなど提案型の店がコンセプト。ニューバランスは長崎ベルカのオフィシャルサプライヤーとしてユニフォームを提供します。デザインもすごくこだわってますし、来シーズンの、アリーナであったりとかクリエイティブのコンセプトも入れていますので、そういったところで、選手からはまずかっこいいと、来た時のやっぱり肌に触れる感覚であったりだとかがこれフィット感がすごくいいっていうような話をしていました。すごく軽いですし、パートナーシップを個人スポンサーとして結んでいただくような形で話を進めていただいているので、今後一緒にニューバランスさんと共に長崎の子どもたち、そして未来を担っている長崎のいろんな方々の生活が明るくなるように、可能性が広がっていくように頑張っていきたいと思うので、スタジアムシティの店舗ではレプリカユニフォームが販売されます。ユニフォームを着て今月14日にはハピネスアリーナでの初の試合となる琉球戦が開催されます。新シーズンの開幕戦は来月4日と5日に実施されます。